日本ホーリネス教団の教会日本ホーリネス教団は中西正宏が代表を務める日本の宗教法人である。プロテスタント系のキリスト教団でホーリネス運動の流れを組む日本福音同盟に加盟している。第二次世界大戦中に日本ホーリネス教会の流れを組むホーリネス系の団体である日本キリスト教団第六部と九部などは弾圧を受けて 政府より解散させられた。1945年、第二次世界大戦が終わると、信仰の自由は回復され、ホーリネスの伝道者たちも日本キリスト教団の教職に復職した。旧日本聖教会に所属する教会は、戦後もしばらく、日本キリスト教団の中でホーリネスの軍を組織していたが、合同教団内にあっては、聖書信仰、世への福音中でも明確なる。 清潔の旗印は、ぼやかされる恐れがあった。そのことを痛感しつつあった、車田修司のところに、当時、レテカウマンが、第二大総理となっていた、東洋戦協会の本部より、ホーリネス協会再建に関する申し入れが寄せられた。これにより、車田は、1949年6月6日、東京大東区の桂山正さんに集まり、日本ホーリネス教団を設立して、 日本キリスト教団を離脱する宣言書を発表した。さらに、同年10月、日本キリスト教団ホーリネスの軍の年会において、日本キリスト教団離脱とホーリネス教会復興の決意を発表し正式に教団として発足した。最初は、日本ホーリネス教団の趣旨に同意する旧日本政教会の関係者は少なかったが、後に各地より参入者が起こった。 車田修司山崎帝、治小花明が指導者になった。1949年6月6、7日に東京都台東区の上野教会において日本ホーリネス教会創立総会を開いた。そこで新教会創立に関する議決がなされ、その宣言が行われた。この日本ホーリネス教会は、その後間もなく日本ホーリネス教団と改められ、 かくてここに組織された新しいホーリネス教団は、東洋選教会との提携のもとに働きが進められることになり、旧日本政教会の代表であった、車田修司が初代総理に就任した。翌年、米田豊も加わり、戦前のホーリネス系の伝道者が参入した。1950年創立の東京聖書学院を卒業する教職者が加わり勢力が拡大した。 1964年の第16年会では、教会数106、会員数4877名、協約者数222名になった。日本ホーリネス教団盾神学校の東京聖書学院は、かつて柏木聖書学院が1904年以来あった、東京都新宿区柏木の同じ場所に1950年に創立された。1963年秋、 東京都東村山市巡り田町に移転し、それに伴って、教団本部もここに移転した。1967年の第7総会においては、教団規則の大幅な改正を行い、特に総理制から委員制に変え、責任役員9人とその中で代表役員に本郷善次郎を選挙した。そして、1997年の 第34総会の報告によると、教団は、教会数164、会員数12,448名、協約者数368名になった。また、同総会で、日本ホーリネス教団の信仰告白と、日本ホーリネス教団の戦争責任に関する、私たちの告白を審議し、決議した。2011年3月21日にこの事件に、 ついて16ページのレポートで公式サイトから公開されている。教団のより本質的なあり方への問いであり、啓蒙活動や教育活動や体制を今後の課題として挙げている。我らは従来日本キリスト教団の中にありて、ホーリネスの軍を形成し、清潔の証を立ててきたのである。今回一教団として自主的行動を取る必要を痛感して、 同志の協力を得、求心約聖書を神のことと信じよいの福音を、骨子とする日本ホーリネス教会を組織し、もって日本教家の大技に任ずべきことを宣言する。昭和24年6月6日、日本ホーリネス教会代表、車田修外五53名。ありがとうございます。